ありがとう。カウンセリング受ける気になってくれて。取引した分君の力にならないとね。ただの高校生にこれだけの大立ち回りができるとは思えない。周囲の状況に惑わされず大胆不敵に活動できる心の強さが必要だもの。いるのよね、あなたの心の強さを育てた協力者が。答えなさい。我は汝、汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我顧問官のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。自由へと至るさらなる力とならん。よし。どうした？引き止めちゃってごめん。それじゃ。それじゃ。いらっしゃい。なるほど。例えば、うん、ごめんね。ねえ、僕はね、どうかな。ごめん。
そうだな。ありがとう。でも、僕はね、
じゃあまたね。雨は好きかい？ありがとう。さて、まあ、
よし。よし。気をつけてね。やあ、すごく暑いね。本当にありがとう。さて、そうだ。なるほど。例えば、ごめん。
よし。じゃあまたね。いらっしゃい。そうそう、あのね、ありがとう。早速行こうか。ごめんね。実は、ありがとう。僕はね、そうか。あれ？よし。それじゃ。
じゃ、始めよっか。ありがとう。ありがとう。じゃあ行こう。さて、
ありがとう。ごちそうさま。ありがとう。ありがとう。実は、thank you。
んで。そのごめん。はよ、突然で悪いけど今日のお昼時間もらえないかな。よかった。最後にちょっと話したいことがあってね。僕のカウンセラーとしての赴任期間も今日までだから寂しくなるよ。朝礼でお別れの挨拶はするけど、それとは別で君と話したいんだ。せっかくだしお昼は僕が用意しておくよ。とっておきのやつだから楽しみにしてて。それじゃあ後で。来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで最高のご飯を用意したよ。この天丼、こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。お値段的に見送ってたけど今日は特別、しかも上天丼だ。うん、早速食べよう。おお、おお、食欲をそそられるね。何も見えないけど。奮発してよかった。やっぱり高いものはうまいよ。この幸福感にずっと浸っていたいね。さて、食事も済んだし本題に入ろっか。まずは報告から。論文完成したよ。前にも言ったけど君のおかげだよ。本当に君との経験や君の言葉がなかったらこの論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と怪盗としての君にもね。否定はしないんだね。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？実は怪盗団による改心行為は認知科学に通じるものがあってさ、世間一般に認知されている現実とは別に存在する対象者個人の現実に侵入して、その世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法、それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月ちょうど
この学校の校長に呼ばれ、カウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。坂本君と高牧さんも一緒だったかな。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど。ありがとう。そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。実はね、僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あってその研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま自分の仮説の正しさを立証する方法を追い求め続けてた。そんな中でちょうど出会ったのが君たち心の回答団だったってわけさ。心が踊ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕を軽蔑するかい？取引か。そう言ってくれるとありがたいよ。ちなみに僕としてもこのことは誰にも言うつもりはないから。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わないけど。君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが分かった。今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を見失わない。そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。今生の別れってわけじゃないけど今まで本当にありがとう。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時古文館の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。よし、よし。僕は僕の信じた道を行く。いつかはこの道の先で君の助けになれる時が来るといいな。たとえ望まれてないおせっかいだとしてもね。おっと、時間切れみたいだ。またどこかで会えるよね。だね。あのさ、いや、お互い頑張ろう。またね。